くさんの方々にお集まりいただきまして、さあこれより楽しいイベントいよいよスタートです。さあまずはですね、ここからスタートする前に本作について少し皆さんに触れていきたいと思います。スパイダーマンホームカミングは全米初登場ナンバーワンを含む全世界53の国と地域で初登場ナンバーワンオープニングを達成し、まさにこの夏世界中が新スパイダーマンに熱狂しています。アイアンマンに憧れアベンジャーズになりたいと願うスパイダーマンこと15歳の高校生ピーター・パーカー、自分の夢に向かって壁にぶつかりながらもがむしゃらに頑張り、真のヒーローとして成長していくその一途な姿に世界中の観客が胸を打たれ、そして誰もが必ず応援したくなる新しいヒーローに惜しみない拍手が送られています。海外の批評家も史上最高のスパイダーマンだ、トム・ホランドは完璧なスパイダーマンだと絶賛の嵐を呼んでいます。この夏ナンバーワン映画の呼び声高い本作の日本公開は8月11日で、あともうちょっとということで非常に待ち遠しいですね。なんだ太鼓の音色ですよ。おっと Look out、 太鼓の音色とともになんと大きな神輿、そしてその上にはスパイダーマンが現れました。すごいです皆さん、なんとスパイダーマンが神輿に乗って登場です。ここ歌舞伎町の日本のお祭りとスパイダーマンのコラボ、こんなこともあっていいんでしょうか。さあ神輿を上げている皆さんは赤と青のスパイダーのハッピー、そうです、スパイダーマンカラーのハッピー、そして神輿とともに本物のスパイダーマンが現れました。ありがとうございます。Thank you so much for your coming. そして今日はトムさん、You have a friend with you today, right? I do have a friend with me today. Mm-hmm. It's my boss. Okay, so can you call your boss, please? John Watts, everybody! さあ、ご登場いただきましたのはジョン・ワッツ監督です。はじめまして、ジョン・ワッツです。Yeah! ありがとうございます。ジョン・ワッツ監督です。さあそれではこれからですね、お二人にはせっかくこのレッドカーペットございますので、ぜひとも皆さんの前でサウンドバイト、セイハローでまずは
皆さんと楽しんでいただけますか？ OK? You ready? Yeah! Let's do it! Alright! Woo!